と行きましょうか。じゃあ上官の方のマルチ挑戦、卑怯の報酬受け取りには天然ですけど、それでも挑戦、はいはい。これ推奨は炎か、まあ何でもいいや。さあじゃあ行ってみますか。どうなるかな。はい。あれ。あれ？挑戦開始。ん？挑戦開始ボタン押せんのんだけど。なんで？四角ボタンよね。え、なんかこれおかしいことしてる？なんで？あ、一旦見ましょう。了解。敵わかんない。ちょっと見ようか。ちょっと待って、一旦解散します。はい。それバグることあるんだ。敵見ようか。敵どこで見るんだっけ。敵、あ、雷スライムか。ちょっと黒星さん外すわ。雷スライムとファドゥイらしい。はいはい。じゃあ、これでいいかな。え、始まらんのんじゃけど、なんで。あ、いけた？三角ボタンだったな。あれ、四角、三角だった？いけたよ。どうなるかな？へい。何がどうなったのかわからない。さて、こいつか。どうなったのか全くわからんので、もうちょい来た。これか。全くな、え？お、立ったまま死んでた。これでいいか。これ。で、卑怯デュでいいんかな。すごー。敵が見えなかった。実は見えなかったね。上から行ってみようか。弱打竜王っていけないの。有効になってる。エフェクトでわからない。全く見えなかったね。セシディア。
ジャクダ・デューンいけるんだ。じゃあまあ上から上、あ、お時間どうですか？大丈夫？今上から行こうとしてるけど、なんかあんまり時間がないようであれば、ジャクダ・デューンを先行こうかな思うけど。上から行けるくらいやれる？あ、大丈夫？あ、よかったよかった。アクトさんも大丈夫かな。敵見ようか。敵は大型水スライムとアビスの魔術師水らしいです。あ、敵が、あ、間違えた、戻るか。はい、敵がおった。はい、あ、いけた。水だったよな、水だったよな。あ、三角だね、挑戦開始。多分大丈夫。うん、まあまあ、なんか予定入ったら言って。別にいつでも抜けて大丈夫なのは大丈夫。とりあえず行ってみようか。よし、さあ来い、さあ来い。溜まるのが遅い。急がないと。よいしょ。世の乱れを切り尽くせ。溜まるのが遅いんやな。はい。溜まるのが遅い。高いんじゃ。なんかこのあれが溜まるのが遅いパターンとか、なんかちょっとあれだね、爽快感は損なわれるね。今のところが上から2番目のやつ。割と地味なのかな、あれ系の。嫌ですよね、それ。そう、あれ系はな、ちょっとな、普通の秘境割と地味なのかな。場所によるか。まあ、上から3番目のやついってる。
冒険ランク55、まあ、俺もちょっとずつ近づいていきたいなとは思うけど、まあ、上の人が集まるのもそれはそれで楽しいわな。下、あ、ここは雷系ですね。危ない危ねえ。氷か、ガイアさんにしようか。じゃあこれでいこうかな。今は主に四段目見てまして、4000とか与える人いました。なるほど。なんかさっきのところはね、あれだった、なんて元素スキルが使えるようになるまでなんか時間がかかるパターンのところだったね。侵略以上の、危ねえ。こいつか。どこ行ったか一瞬でわからんなるね。どこ行ったんかわからんなる。なんか昨日だったんかな、講師を翔さんと一緒にやった時に楽だったな。下から行くか。ちょっとザクラ竜王から行っていい？急に順番変える人。桜竜王どっちだったっけ？これよな。ワープ、タルタリア楽ですね。あまり早くてよく読めませんでしたが、5000や6000何度も見ますと余ダメです。どれくらいいくかを見てんの。はいはいはい。はどうなんだろう。これノエル使わんでも大丈夫かな、いけるかな。
ちょっとやってみよう。陣団長。次はどこに行くんだ。リーユへの名所を巡りたいなら、いい案がいくつかあるぞ。へい。さあどうかな。ショウさん助かります。助かるんだ。風で。風をやると助かるの。ちょっとこいつ戦い方全く分かってないけどね。モラルス、すべてのケリをつける時だ。行け。こわ。我が剣よ、影に従え。たまたまよ。危ないかな。あ、ちょっともう、ちょっと待って、これ、あれ装備してないや。あの、回復、瞬時に回復できる。あれを。判決を下す。瞬く間に、天道万象、逃がさない。陣営のごとく、いざ裁きを受けよ。あ、回復してくれよ。なモンハンやってるとしか思えんよねこれ。モンハンかなってなるよ、ね、急がないと。今こそ全ての怨嗟を払う時なり。怖い。この元素ダメージ受ける。行け。カズマ、私に答えるのだ。燃やし尽くせ。範囲でかいです。てか、ようこの間に文字打てるよな。範囲でかいです。この間に書いてんのがすごくない？入力するのすごい。千年の怒りをしかとその身に受けるがいい。硬いですね。会話がこの間に会話する余裕があるんだね。ここを狙えばいいんだ。やばい。
決を下す。あ、ちょっと待ってた。え、こっちか、こっちか。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待ってよ。これ賞金は解策を勝利これって仲間生き返らせれないの？もうちょい何死ぬ死ぬわ。うわー、全滅したらどうなるんだろう。強いね。言い訳の余地もない。火と氷が強い。再挑戦すぐ行けるのかな。あと少し頑張れ。赤い髪の背の高いキャラは直樹さんのイメージです。使ってるね。あ、このまま行ってよかった。あと、ここまで行くのやばいか。一旦出ようか。回復せんといけんね。一旦回復しよう。最後ダメージ強いな、敵のな。ちょっと回復してくるよ。はここね、コローさんの下ね。惜しかったです。惜しかったね。アクトさんと死に方一緒でしたパッと見たら言っとったの。あれってさ、俺が生き返らすことってできないの？どうだ、あれ装備しとこう。あれ装備してたらいけないの？このやつで。ちょっとミントさすがにちょっと弱すぎるから、パッと回復できるやつ持っとこう。58あればいけるか。本当に。復活させるのはできないんだ。なるほど。見る分にはめちゃくちゃ面白い。楽しいわ。ワクワクです。よし、リベンジするか。リベンジ行ったるか。小道さんのここだったっけ。回復するまで待つわ。あんまり余裕かませないの。これちょっとノエル入れとこうかな。もう多分大丈夫よね。90。いや、もうちょいだったね。惜しかった。マジでマジで惜しかった。ノエル入れよう。ちょっと言うて俺も死なないとは言い切れんかな。
いい感じに、そういい感じに回復してくれてたんだよね。よし、やるか。あ、やっぱ4時間になったわ。ちょ、これ終わったらデータ取らなきゃ。ジャクダ竜王やってやろうぜ。モラクス、すべてのケリをつける時だ。裁きを受けよ。ふざけよ。と。あ、これか。ありがてえ。あの範囲に入れば回復できるんだな。ありがたいね。いざ。剣女盤石。綺麗にしませんと。間違えた。こっちか。俺はもうノエル追ってちょうどくらいだな。危ねえな。こーわ、大丈夫なのこれ。いけるんか、いけるんかこれ。若干ビビってんだよね。怖い、危ない、危ねえ。助かる、癒される、癒される。今回だいぶ固くいってるよね。今回だいぶ固くいってる。危ねえ。任せてください。土に帰れ。助けが必要な方がいるはずです。怖いな。
こっちか。おっと危ねえ、危ないよ。ちょっと待てよ。危ないよ。やばい。ストーリー、オッケー。映像映像。お互い様じゃ。お互い様ないの。危ねえ。怖え。やっぱいっす。土に帰れ。やばいかな。綺麗にしませんと。ほえ。恐ろしい。これで間に合いますね。さあ。危ない。いった。ナイス。いや、生き残るだけでもうあれだ。マジでもうフロンティア。いや、あ、どうだ、ここか。やっば。回復の陣ですね。すごい。ね、めっちゃ回復してくれてたね。高谷さん、こんばんは。やられました。いやー。あ、今3人でマルチやってる。ジャクダ竜王行った。ちょっと回復してくるわ。回復してコース行こうか。いや、ジャクダ竜王。強えなー。強えわ。これ2回まで、ね、伏せ字になってる。何ないんですか？モンハンフロンティアですよね。データです。あ、そう、データです。そうだ。ちょっとデータ取るわ。ちょっと待って。復活か。そう、モンハンな。モンハンあるよな。12576。今日は1257。ちょっとデータ取りますね。ちょっと待ってね。4時間。1234125766。騎士団の奴らに相手をさせるべきだな。11500か。2時間目602、3時間目500、4時間目1076。ちょっと曖昧だけど、合算すると数字は合うようになってる。同節は8。8の6の7の。ちょっとこの後講師行こうか。ちょっとデータ、もうちょい待って。
ちょっと待ってよ。流通のために作られた24289。だからリーウェはあらゆる富が12578。昇格マイナス11713、降格マイナス2いこうか。復活強い、強いですね。何かアチーブメント開きました。アチーブメント開いたね。見ようか。アチーブメントは異世界のマルチでやったやつだな。あ、 100% いったわこれ100% いきました。おかげさまでザクラ竜を倒す。これもう全部いったわ。異世界の出会いに。じゃあ講師いきましょうか。セッション的なね、セッション的なマルチプレイで、こういうのもあるよな。いきますか。ここはまあなんかいけそうな気はするね。なんか昨日も行けたしっていうので、まあ、だいぶさっきのザクラ竜王のはもうノエル使って無難に行かせてもらったからさあれだったけど、あとハエ早っ始まってた。かわいそう講師がかわいそうなんだから。痛いから気をつけろよ。実にいい力だ。健康よ、世の乱れを切り尽くせ。気を読み違えてるよ。気を読み違えてるらしい。返しよ、燃やすくせ。油断しました死んだ。油断したな。さあ、持つのか俺は。あら、当たらなかった。やばい。やっぱここもちょっと無難に行かねえけんのかいな、ここ。どうしようかな、一回出すかな、俺。あれなんだな、敵の狙いがさ分散するから。一人でやってる時よりはあれなんだね。
モロに敵の攻撃が来ないから楽なんだろうな。うわ、なんかそっちばっかり狙いに行く感じがするね。怖っ、やばいかなこれ。うわ危ねえ、ナイス。もうちょい、もうちょい、こっからなんやな。でもこっからなんや。あれ、アクトさん入れたな。え、ここえ、アクトさん復活できんの。こっから別枠扱いなの。そういう仕様なんだ。やっぱ全然違うね、3人だと。なんかそういう仕様なんだね。危ない、怖い。わあ、もうちょい、いける、いける、これはいける、ナイス。次僕かい。なんか途中であれだったんだね、魔人モードだっけ、なんけ魔人モードみたいなの切り替わるタイミングで生き返ったね。ね、それ敵が変化する。そう、そうなんよ。3段階になる。フリーザみたいな。フリーザ的な展開になる。敵の範囲攻撃うまく回避してましたね。私そうなんできないわ。誰か1人にタゲが行くんでしょうか。2体いましたね。だからそんな雰囲気あったよね。火力キャラじゃなくてすいません。いや、全然もう気楽に行こうぜ。ていうか、俺がディリク取っちゃってるから、ね。ちょ、回復してから行こう。ちょっとケチって。そう、ショウさんは、あれなんや。ショウさんディリクレベル90だったっけ。んで、あ、シールドと回復やってくれてたの、ありがとう。で、なんだっけ。あ、あとあれ行こうか、こいつ。あと、そう、こいつだけ飛べないんか。こいつ飛べないのちょっとめんどくさいけど、死んだら多分1時間くらい戦ってました。最後の講師は化け物でしたね。そう、そうだね、最後のはね。そう、あ、アスカ拾ってこう。行こうよ。回復助かります。助かるね。そう、俺もノエル入れてないから、多分普通にすぐ死んでたと思う。
もうちょっと待っていこうか。これ多分行ったら始まっちゃうよね。行くか。主人公来たね。危ねえ。危ねえ、間に合った。危な。危ねえ。間に合った。やばい、怖い、怖い、危ない、こう、危ねえ、危ねえ、危ねえ、死んでたまるか。いっぱいなんかな。あ、倒した？ナイスー。お腹いっぱいパターンなんかな、多分これ。ナイスですー。怖ー。自分の道を信じて強いな。天気が晴れか雨かなんて。とりあえず主要なでかいやつは倒すか。一回死にますね。了解。タワーお見事。ちょっ
じゃあお気楽な感じで無双の雷行ってみようか。あ、どこだっけ、無双の雷、あ、こっちか。ちょっと気楽に行こうか無双の雷気楽に行こうか。ガイアさんかぶった。じゃあモナさんでいいや。これでいこう。あ、なんかディルクとか使いたかったら言ってね。全然変わるよ。全然変わる。始まっとる始まっとる。判決を下す。あ、それ入るんだ。へえ、それ入るんだ。この瞬間、お前は永遠の子だ。裁きをおとなしくしやがる。こいつはどうだ。花火にいい？火炎よ。燃やしにせ。取り合いになった最後のあれ取り合い終わった。風、無双の風行ってみる。あんまりどんなんか覚えてないけど早いですね。風行ってみようか。リンゴ奪っとこう。あんまり普段無双の風やんない。ほんといまだに攻撃パターンあんまりよく分かってないんだよね、無双の風に関しては。まあちょっと待っとくわ。わあ、天道ここにある。あ、間違えた間違えた、今やってもしょうがないのに。こんなパターンの攻撃あるんだ。へえ。
ん？あと何？これでこれでやればいいの？これできるんだ。あー、なるほど。なるほどね。あ、炎行ってみるか。無双の炎。あんま行ったことないんよ。え、行けるよね。無双の炎。あんま行ったことないんよ。いまだにパターンよく分かってないよ。ここ。ちょっと行ってみようか。せっかくだから。ちょっと不安が残るから、ノエルさん連れて、国政さんにしようか。シールドは任せます。あ、シールド、あれ、ディオナとか使った方がいい。ディオナ使おう。これ2人選べるからな。ディオナ使うよ。じゃあノエルさん、まあ、こっちをディオナにしよう。これでいい。敵のシールド水で削れるので、あ、そういうことか。敵のシールドを削る、そう、敵のシールドの話か。あ、そういうことね。まあいいよ、これでいこう。あ、いい。バカなことですよね。完全に勘違いしちゃった。そうか、そういうことか。じゃあよろしく。いい、行っていいですか。お願いします。行こう。100% 勘違いしてた。よく分かってないからね。ちょっと力が出なくて。大丈夫かな。これ大丈夫なやつ。ポツでーす。バイト終わりの、バイト終わりの人みたいな。ポツでーす。ああ、ちょ。あ、待て。忘れとった、忘れとった。落ち着け。無双の炎。落ち着くんだ。あ、帰ってきた。帰ってきたわ。危ないよー、危ないよー。おとなしくしやがる。何もできん。どのタイミングで攻撃が当たるのかがよくわからんところだよ。当たらん。あのタイミングで当たんの。あ、来た。
わからん。あ、こっちか。よくわからん。これはあれでやらんといけんのか。全くよくわからん。これで行けばいいんか。ちょっと。いや、むず。全くわからんわ。このタイミングなんだ。待て、完全沈黙。え、むず。全然わからなかった。全然わからなかった。ありがとう。これさ、討伐系のやつってどれでもいけんの？師団の仲間たちも今じゃ忙しくて。マグー剣器、マグー剣器いける。マグー剣器ちょっと一回回復していくわ。いけます。マグー剣器いこうか。ちょっと回復していくけど、うわー、やっぱパターンわからんと何やっていいんかわからんね。回復します。あ、行っちゃった。やっぱどうにかこれで行きたいな。そこか。もう日付変わるね。んじゃあ、まあ、5時間になったら終わろうかなと思うけど、あと17分くらい。あ、なんかなかなか時間遅いから、あのあれだったら、あの翌日早いとか大丈夫かな。ちょっと心配になるけど、うん、なんかもしあれば気兼ねなく抜けてくれても大丈夫だからね。一応あと17分くらいで終わろうかなと思って。行ってみるか。ここも行けんのかな。まだか。剣女盤石。さばきを受けよ。剣道よ。世の乱れは切り取って。硬いな。こんな天道火炎よ、ここには燃やす付き合い陣営のごとく、岩山発揮、逃がさない。敵なんか今んとこまだあんまり何もやってこんな。付き合い、行け。いざ。危ないんかこれ。大丈夫か。難攻不落。
なんか明後日の方向を切っとんだけど。これなんか敵の攻撃なんか味方のエフェクトなんかよくわからんの。うーわ、いった感じに、あの何っけ、回復してくれるんと、あとあの岩元素の結晶のあれでシールドがつくから助かってる感じあるな。怖っ。全くわからん。あれは何、あの残像もでも攻撃してくるんだ。はあ、翌日早いですね。大丈夫。敵の中心もよくわかりませんね。さっきの風もですが正体がわかりません。ありがとう。じゃあまあとりあえず大丈夫かな。あれ行こうか。あれ違う、なんだっけ、工場からくり陣形もいけるんかいね。どこでいけるかな。あと13分くらいだ。2個くらいかな。ここはまあ行って、次終わったら地脈行っていいですか。あ、いいよいいよいいよ、行こう。俺もちょうど溜まってんじゃない。あ、ちょっと溜まってるわ、使っちゃおうか。じゃあこれ終わって地脈行って終わろうか。あ、これ行って地脈行って終わろうか。あ、水のやつにしたんだ。あのやつ。なんだっけ。ペット的なやつ。冒険も商売もチャンスは一瞬なの。なんか一応あれなんだね。これ遺跡っぽい中だから今声にエコーかかってたね。あ、言ってた。あ、間違えた。こうか。危な。どれだ、あれか。えぐいな。早い。良いね。あれ、どれ、これか。
自分がどういう状態なんかがちょっともううすらよくわかんない。あ、こう、いや今これか、今これか、今これか。どういう状態？危ない。これは派手だな。これは派手だね。結構爽快感ね、ここは。ここ一番爽快感あるかもしれない。ただ殴ってるだけっていう。やったー。地脈、地脈どっち行く？楽しい。ここ一番楽しいね。攻撃が通るタイミングとか覚えるしかないんですよ。そうだね。それは。地脈どっち？経験値か金か。それが一番気持ちいいです。それで。どっち行きますか。まだ行きたい。了解。行きましょう。俺もついでに、あ、じゃあ稲妻の航海荒海どっち、どっち、読み方がどっちか分からんけど、あっちのとこ行こうか。あれいいね、ストレス発散になるね。こっち、よーし、行ったろ行ったろ行ったろうぜ行ったろうぜ。なんか処理が若干追いついてないよね。ちょ、カクカクしてるよね。カクカクしとんよ。若干追いついてないかな。もう何がどうなっとんかもうマジでよくわからん。何がどう処理がマジで追いついてない。終わった終わった。はいや、はいや、はいや、俺もついでにもらっとこう。はいや、抵抗です。ちょっと死にかけとったし。なんならちょっと死にかけとった。意外とダメージ食らってた。早い、フルボッコです。いや、終わった。あ、この辺にしとく？終わるか。いい？もう一個行きたい？いい？大丈夫？なんかどっか行きたいとこあるとかない？大丈夫？特になければもう終わろうかなと思いますが。だいぶやったな。だいぶ頑張ったな。お疲れ様です。うん。
データ取って、あと2回よければいいよ。やろうぜ。なんか具体的になんか行きたいとこある？特にない？もう一回やりたいでもいいし、もう一回あっこ行きたいとかでもいいし、あっ、ね、地脈に行きたいってこと？地脈いいよ、やろうやろう。あ、金でいいの？モダでいいの？いいよ、何でもやろうぜ。大丈夫です。さあ、行こう。やっぱディルクさん、ちょっと回復しよう。どうなっとんこれ。どこにおるん？終わった。はいや、はいや。めちゃめちゃ話が早いね。楽勝です。じゃあもう一個もモダでいいのかな。ここ行くじゃん。どうやって行ってるそれ。何？あ、これか。びっくりした。これ一人ずつしか行かれないの？何この微妙なこれ。ちょっと待って。ちょっと待って、欲張ったわ今。欲張ったわ。若干欲張ったわ。あ、ガイアさんでやってくれるやつ。おとなしくしやがれ。ありがとう。ありがとう。ここちょっとあれだね。意地悪だね、あっこ。あっこ意地悪だったね。なんか、泳いでる状態じゃ飛べんのよ。で、若干届かんのよ。っていう。これも開けちゃっていいの？それで戦うけど。開けちゃおうか。開けちゃおう。誰もなかった。はいや。はいや。はいや。何がどうなってるか見えませんでした。早かったね。ありがとうございます。もういい。特に希望がなければ終わりますが、やり残しはないですか？大丈夫かな？翔さんも大丈夫？もう大丈夫です。了解。なんか足元だけビリビリしてんね。OK、了解。なんで足元がずっとビリビリしてんのあれ。お疲れ様です。お疲れ様。ちょっとデータ取るわ。ちょうどくらいだったな。ずっと足元ビリビリしてるけど。バグってんのかな ?12993。この1時間417ポイント。同節は8。24433。24433。12955。
まあ、今回みたいな感じでこうセッション的なね感じのマルチも面白いね。昇格目安はマイナス11440、降格目安はプラス38。多分つま先覚醒してるんだと思います。つま先覚醒することあんの？あー楽しかった。なんかまあまたなんか慣れてる人とか、まあ、初心者の人とかを追っても、まあ、その人のところに飛んでね、一緒にやっていったらいいかなと思います。面白かったね。一番爽快感あったのはやっぱ工場からくり陣形かな。あの辺良かったね。地脈もいい感じだったね。楽しくいけました。じゃあこの辺にしときますね。終わります。ありがとうございます。またやりましょう。ありがとう。終わります。ありがとう。終わります。それでは、あ、ワグマさんこんばんは。もう今終わるとこじゃわ。うん、今日はなマルチでいろいろボスっぽいやつをずーっと倒していってた。キャラは風神、強さは眼神、つま先はいいやつま強い。うん、そんな感じ。じゃあ終わりますね。ありがとうございます。